長野志郎、長野志郎、長野志郎、1917年10月2日から2006年12月5日は、日本の内務、実地官僚、政治家。自治事務次官、1971年から1972年、後選8から13代岡山県知事、6期、全国知事会会長、1995年から1996年を歴任した。肖像位 君一等局実大受賞。1917年、岡山県紀美郡、服部村、現、岡山県総社市南公主に医師であった父、健次郎と、母、菊野の四、男として生まれる。岡山県第一岡山中学校、現、岡山県立岡山朝日高等学校、第六高等学校、東京帝国大学法学部を卒業。1941年、 高等文館主権行政課に合格する。1942年、内務省に入省し、地方局行政課に配属される。1944年、海軍司令官西岸市スラウェシ島、セレベス島に赴任する。内務省解体後は、内事局官房自治課、総理府官房自治課などで勤務し、地方自治法改正に尽力した。1949年、 地方自治庁連絡行政部行政課長に就任し、町村合併促進法を作成するなど昭和の大合併に深く関与した。地方自治法を解説した築城地方自治法を執筆し、この頃から地方自治の神様との異名を取った。奄美群島復帰に際しては、長野レポート作成や奄美群島復興特別措置法成立に関与した。 1955年、実地庁長官官房調査課長となり、赤字団体の財政再建や1956年の地方自治法改正に携わ、福岡県総務部長、実地庁長官官房総務課長等を経て1963年には、実治省選挙局長に就任した。選挙人名簿制度創設に取り組んだが、この時の小選挙区制度導入には失敗した。 1966年、自治省行政局長に就任。1969年からは、自治省財政局長として、地方医科大学の創設に尽力した。1971年、自治事務次官に就任し、翌1972年に、自治省を辞職した。自治省辞職後は、社交民路線を提唱した江三郎に押され、 岡山県知事選挙に日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の革新統一候補として出馬し、自由民主党推薦の現職、加藤武則を破り初当選を果たした。知事就任後は、自治官僚としての経験を活かし、人間尊重、福祉優先をキャッチフレーズに、地方振興局、現在の県民局の設置や機備高原都市構想を打ち出した。 こうした県政の推進は、先県政に富むものとして県内外から高い評価を受けた。2期目以降は、社会党、共産党と決別したものの、自民党与党に引き入れた支持基盤に支えられ、6期24年の長きにわたり、知事職を務めた。特に、瀬戸大橋の建設推進や2000メートル滑走路を備えた岡山空港の移転開港等の大型開発事業は、 岡山県内の交通アクセスを飛躍的に向上させることとなった。1993年には岡山市にあった岡山県立短期大学を四年生大学に移行させる形で岡山県立大学を開学し、故郷の総社市に移転させた。6期目終盤の1995年から1996年には全国知事会会長を務めた。その一方で、 在任中の相次ぐ強引な大規模公共事業の展開により、県財政に約8000億円に上る累積債務という負の遺産を残したことを批判する声もある。この点から地方自治の神様とも称される長野は、箱物行政に伴う累積赤字及び財政破綻寸前状態をもたらした最大の現況とも言われる存在でもあり、岡山県内でも長野に対する評価は、 ま、二つに分かれる。特に自らが起こした公共事業の反対派や慎重派には容赦することがなく、人気終盤の事業においては、地方自治を熟知するが、ゆえの強引な手法反対派や慎重派を潰し、切り崩し強行姿勢を貫き、事業を潰した者や自治体に対しては、時代の変化との祖語や、認識の甘さによる自らの態度の是非は全く、帰り見ず、誰はばかることなく、 避難と攻撃の対象にした。公術そのため県内の事業反対派や慎重派、さらには累積赤字の後始末に追われた者からは、地方自治の悪魔とまで呼ばれた。1996年に岡山県知事を退き、1999年には長年にわたる地方行政における功績を称えられ、君位等局実大受賞を受賞した。2006年12月5日、 入院先の岡山市内の病院にて、水臓んのため死去した。戦中、戦後の内務、自治官僚として、昭和の大合併推進など地方行政に携わって、北た長野は、今でいう地方文献論者であった。自治省行政局長在任中、1966年から1969年には、コミュニティ構想や広域市町村権構想を打ち出すと、共に、 現在の同州制の議論に通じる不憲制廃止と連邦国家論を展開する論文、空想地方自治論を執筆した。6期24年にわたった長野県政では、地方振興局の設置などの行政機構改革や、日比高原都市構想、瀬戸大橋、1988年開通や、岡山空港、1988年開港、県内6カ所に造成された。 外人専用施設の国際交流ビラ、1988から1991年、建設、財政難により2008年廃止、岡山自動車道、1997年前線、開通などの交通インフラ整備、倉敷地堀公園の開園、1997年に取り組むなど大規模プロジェクトを次々と実施した。また、教育行政においては、 段階ジュニア世代による若年人口の増加を背景として、倉敷古城地高校、多摩の光南高校、岡山城東高校など県立高等学校の積極的な新設を行い、1991年には県立高校の教育枠では対応に限界があると指摘された不登校問題への取り組みのために公設民営を掲げ、加け学園に働きかけて、 全量制のキビ高原学園高等学校を県出資のもとで設立運営せ、1993年には出身地の総社市に岡山県立大学を設置させた。こうした大規模プロジェクトの中でも、キビ高原都市構想や倉敷地堀公園の誘致、トマ又ダムの建設事業、2005年完成は岡山県の財政に重大な負担を残した。 倉敷地堀公園は、岡山市政100周年記念事業で誘致が検討され、第三セクターの汚職事件により一時は頓挫した事業を岡山県が引き継ぐ形で、倉敷市に誘致したものであり、運営の見通しや誘致効果に対しては、開園前から疑問視されていた。苫田ダムの建設事業では、ダム建設に反対する地元、奥津町に対し、公共事業の補助金交付や、 記載手続きを遅らせるなどの行政派様を断行し、超行政を機能不全に追い込んで町側に三度町長を交代させ、さらには幾度もの移転補助交付金の名目で、バラキ財政同然の行動に訴えて反対派の本意と切り崩しを格索し、半ば強引に地元の反対を覆いさせるなど、強行手段により事業を推進した。 長野退任直後の岡山県の記載制限比率は、危険水域を超える15.5%、1996年度で47都道府県中再開となり、1999年度にも新たな地方債発行を停止される20.0%の基準に迫り、19.9%に達するという試算が出された。百九十三年度末に六十二億円あった。 財政調整基金も4分の1以下に減少するなど、破綻寸前の危機的な財政状況であった。その後、木ビ高原都市は、長野の公認である、石井正宏によって、全事業計画を事実上、完全凍結させられている。さらに倉敷千堀公園に至っては、県側負担が圧倒的に増加し、2007年には、フランチャイズ元である。 チボリーインターナショナルとの契約の継続を断念。倉敷チボリ公演は2008年12月31日付で閉園され、チボリジャパン社は解散した。結局これらの事業は計画当初から囁かれていた通り、事実上の失敗に終わっている。自治省内部では高派として知られていた。このため内務省の後輩にあたる保守系の現職知事への対抗馬として、 革新統一候補として立候補、当選して知事に就任した時には長野が核心なら自治省には保持はいないと自治官僚たちは愉快そうに笑ったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。